こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、私もですね、もともとは生鮮食料品の販売員でした。平たく言うとスーパーの鮮魚店の販売員だったんですね。まあ、24時間のスーパーマーケットに勤務して、それからね、7年ぐらいして辞めたんですけども、まあ、販売の仕事をしてるとね、いろいろと、こういうのまたかっていうのがあるんですよね。で、それを、例えば会社の飲み会とかで、まあ、こんなことあったんすよって話したら、ああ、それあるあるみたいな感じで盛り上がったりするんですけどもね。まあ、今回は、販売の仕事あるあるっていうタイトルで、なんか江戸時代風のね、風刺画みたいなの書いてくださってる方がいるんで、5枚ほどね、ちょっと見てみようかと思います。まずは1枚目かな。入ってきていきなり切れてる人の理不尽さって書いてますけど、これありますね。お客さんってなんかね、焦ってるのか急いでるのか、もうね、店員さんがね、なんか気づく前にもう怒ってるみたいなね。ここにもイラストがありますけども、いきなり店員のところにやってきて、ちょっとあれどこ、あんた店長何、どこにあんの、これなんか安くなんないのとか言う人いますよね。なんか、いませんかね。なんか入ってきていきなり怒ってる人っているんですよ。で、もしくは、店員さんの何か言葉尻を捉えて、なんか理論詰めでね、叱ってくるみたいな。というのが、店員さんって基本的にお客さんに抵抗できないんですよね。そうですね、そうですねって言うばっかりじゃないですか。なんかこれがね、アメリカだったら五分五分で、お客さんに対して、うちで冷やかすんだったら他行ってもらっていいぜみたいな感じでね、追っ払ったりするんですけども、日本の場合はね、どこまでもお客様神様でやってますんで、それをね、傘に聞いてストレス発散に来るお客さんっていうのもいるのかもしれないですね。次行ってみましょうか。はい、細かい品物の棚卸しをする時の先の見えなさ。私もね、スーパーにいる時、棚卸しって週に1回自分の部門、月に1回店舗の棚卸しっていうのがあったんですよ。ドライグロサリーとかね、そういったものの棚卸しをするんですけども、例えばね、ふりかけが何個あるかなとか言ってね、こう棚の奥までこうやって手を伸ばして、1個2個30個10、20、26とかって数えるんですよね。で、1つ数えたと思ったらアイテムがなんか2万種類ぐらいあるんですよ。ほな、終わんないですよね、さすがに従業員全員でやっても。だからね、だんだんと適当に、ああ、だいたい30ぐらいじゃないのみたいな感じで29って書いたりね。40ぐらいじゃないのって言ったら43って書いたりとかね。もう数えずにパッパパッパ行くような、そんなね、こともあったかもしれません。というんで、チェーンストアとか販売店の在庫金額、いわゆるですね、資産額って、正確じゃないんですよね。だから粉飾決算ですよ、棚卸しやってるところは。あんなん1個まで正確に出るわけないですからね。次。前の店員さんはやってくれたよと無理難題を言われる。あ、これあるなあ。で、ひどい時にはね、あっちの店だったらこうだよとかね、わしの昔の時はねとかね、いろんな世界で一番自分に有利な条件を持ってきて、目の前のね、従業員さんにそれをやらそうとするというね。まあ、これもね、お客さんという立場を利用してご利用ししてくる、よくある日本人の典型的なパターンかなと思いますけどね。皆さんもそんなことないですか？介護の仕事をしてても、前のヘルパーさんはね、とか言ってからね、昔いた事業所はね、とか言ってからね、ありますよね。まあ、それもね、なんか楽しいコミュニケーションの一つだと思ってやっていきましょう。で、もう一枚ぐらいあるかな。はい。無口で暗い感じなのに、やたら販売成績がすごいスタッフ。これね、いるんですよ。なんかね、暗そうなのになぜかね、数字だけ取ってくる人。で、こういうのってのはきっとですね、同級生に友達が多かったり、親戚にすごくね、当てにされていたりとかして、なんかすでに人間関係を持った人が入ってきて営業してるんじゃないかなと思うんですよね。だから全く新しい分野に入ってきたり、引っ越して別の土地で営業を始めると、まずは、顔見知りをね、作るのが最初の仕事になってきますんで、とりあえずは、薄く広く名刺交換行ったりとか、異業種交流会行ったりとか、どこぞのランチ会行ったりとかしてね、とりあえず顔つなぎばっかりするみたいな感じになりますけどもね。そんな感じですかね。なんかあるあるみたいな、そんな風刺画みたいなやつですけども、これ誰が書いたんですかね。面白いですね。またなんかいいの見つけたら教えてください。じゃあ失礼します。